自民党の小林貴虎議員はきのう開かれた県議会の代表者会議に出席し国葬に関する自身の投稿に誤りがあったとして削除した経緯を説明し誤った情報を拡散したことなどについて謝罪しましたまた旧統一教会との関係については投票を依頼したことはあると認めた一方組織的な支援はなかったと否定しました 小林議員は辞職する考えはないとしていますが一部の会派からは辞職勧告も含めて検討しなければならないという意見も出ています。